さあ、勝手に始まりました、星部嶋佐のピッティウォッチング、やっぱりバイフォルツァってことなんですけど、ね、すごいですね、やっぱり浅草は。これ浅草じゃないですよね。浅草じゃないですか。これ浅草の、これ中見世通りですか。中見世通り。あ、確かに。やっぱりね、グローバル化でね、いろんな人、はい、海外の人がいっぱい来てますよね。ね、クリスさん、なぜか我々撮られてるんですけど、撮る側なのに逆に。おかしくないですか、なんか。そういうことっていうのあるんですよね。あるんですね、やっぱ星場さんも。ワールドワイドになってきましたね。いやいや、そういうことじゃないと思うんですよ。勝手にピッティウォッチング。ウォッチング始まりました。じゃあ、はい、ちなみになんか気になる方いらっしゃいますか。それこれでも一番気になるのって、はい、目の前のカメラの人ですよね。そうですね。どっから来てるんですかね。どっか行っちゃいましたけど。うん、バイキング系でしょうね、きっと。すごい派手な、この人ものすごいチェッカーズですね、今の人ね。チェッカーズですね。フミヤかもしれませんね、今のは。あ、ちょっとエロサバな女性が。はい、あれどこですか。いや、もう行っちゃいましたね。行っちゃいました。星野さん、はい、今回のピッティはどんなトレンドの流れなんですか。はい、トレンドの流れ、はい、そうですね。何ですかね。洋服着てるってことじゃないですか。今洋服流行ってますもんね。洋服寒いですし。はい、やっぱり洋服着てますよね。洋服着てると思いますね。みんな あの方とか、はい、ちょっと何でしょうね。ものすごい、一番気になるのがヒゲですね。なんか上野とかで出そうですよね。それ言っちゃっていいんですかね。わかんない。これピーじゃないですか、やっぱり。星野さん、この緑のジャケットの男性とかはどうなんですか。多分色で言うと緑が好きなんだと思いますよ。わかりやすいですね。コートの裏が迷彩なんだ、すごい素敵なダンディーな方ですね。まあ、あの人でも身長がちですね。3メートルぐらいありますもんね。そんなにないですよ。あのハットの人は、あの人も身長5メートルぐらいあるでしょう。あの人そうですね、身長ハット入れて5メートル10ぐらいじゃないですかね。やっぱね。あの人インディージョーンズじゃないですか。え、魔球の伝説、あ、パート2の時ですね。ちょっとレジメンタルのタイに、はい、スイードの3ピース。でもおしゃれな方ですね、すごいね。ああ、の人おしゃれじゃないですか。え、どんな方ですか。あ、本当にカントリージェントルマンですね。すごいおしゃれ。お友達ですか。はい、前ね、フィレンツェで会いました。あ、そうなんですね。サンタクロース、サンタクロース、サンタクロースじゃないです。ソリソリ、ソリソリ、ごめんね、ごめんなさい、失礼しました。モルタエレガント、ノー、トゥーセンプレガント。チャオ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 、すごい素敵な。いや、失礼しました。着込んだバブアのジャケットかっこいいですね。うん、肩掛けですから着てないんですよね、あれ。あの人なんであんなオレンジのダウン持ってるんだろうな。あのスタイルでオレンジのダウンっていうのが、あれ誰かにあげちゃうパターンですかね。あれプレゼントなんですかね。やっぱヒゲをね、伸ばしてる方が多いですよね。そうですね。今の人たち、またヒゲできた。そうですね。すごい人が来ましたね、なんか。これはまたすごいな。かっこいいですね。ヒゲがすごい立派な人が来ました、ね。あの大判焼きうまそうですね。あれはね、大判焼き、そうです。中野の駅前でも売ってるやつですね。あれね。あれ大判焼きじゃないですよね。あ、この方どっから来たんでしょうかね。すごいな。かっこいい。もう笑顔で100点です、ね。笑顔が100点。笑顔が。ファッションは3点とか。笑顔97ですか。デニス・ロッドマンですよね。背が小さくないですか。縮みましたね、やっぱり年なんですかね。150センチぐらいしかないですよ、だって。いや、でもああいうロッドマンみたいな人多いですよね。多くないですよ。あの人一人しか見たことないですよ。でもちょっとおしゃれだな、うん、なんかどんぐりの下手みたいなのが頭してすごい。なんかね、こういうのを配ってるんですよね、皆さん。みんなだからフォルツァも配りまくるとかいいんじゃないですか、うん、来年、うん、駅前のティッシュ配りみたいに。そうですね、それを僕がやりましょうか。いやいや、星尾さんにはやらせるわけにいかないですよ。サンタクロースの格好で僕やります、僕やります。なんか